皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブルだ。いやいや、はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴマインクラフトサンゴ礁です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューします。はい、こちらは2021年に発売されたレゴマインクラフトです。名前の通り今回はサンゴ礁、海がモチーフとなってます。確か3年前に海底神殿のセットありましたね。あのセット絶版してしまったのでめちゃくちゃ後悔してます。いつかリメイクされて発売されるのを望みます。ちなみに僕はマインクラフトでサンゴ礁は見たことはあります。ただ水中呼吸のポーションとか作ってないので見てるだけです。今回こちらのセットにはアレックスと水中ゾンビとフグが2体入ってます。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらのお値段はトイザラスで1000円以下で買えました。レゴマインクラフトの中では結構買いやすかったです。では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。まあ、このマインクラフトが1000円以下で買えるので当たり前なんですけど少ないですね。はい、それではレゴマインクラフトサンゴ礁を組み立てます。完成！レゴマインクラフトサンゴ礁です。今回のサンゴ礁はめちゃくちゃカラフルになってます。実際のマインクラフトのサンゴ礁もめちゃくちゃカラフルだったんですけど、ちゃんと再現されているのが本当にすごいです。はい、今回付属するミニフィグは全部で4体です。左からアレックス、水中ゾンビ、フグの親子です。はい、アレックスはこのようになってます。ヘルメットは亀の甲羅で、足はエンチャント装備になってます。そして右手には金の剣を持ってます。僕個人的に今回せっかく海なのでトライデントつけて欲しかったなって思います。はい、水中ゾンビはこのようになってます。毎度言ってるんですけど、レゴマインクラフトの完成度すごい高いんですけど、この水中ゾンビの完成度もすごい高いです。左手には化石を持ってます。水中ゾンビ倒すと化石を落とすんですけど、これはオウム貝の化石ですね。こういうところが素晴らしいです。はい、続いてはこちらがフグです。全体はこのようになってます。なんかこのフグがレゴスーパーマリオのキャラクターパックのキャラクターに似てたので、なんかレゴマリオのキャラクターを作ってるように見えちゃいました。今回のこちらのフグも結構よく作られていて本当にすごいです。はい、そして最後は小フグです。全体はこのようになってます。少ないパーツでここまで再現してるのが本当に素晴らしいです。はい、そしてこちらがサンゴ礁です。表側はこのようになっていてめちゃくちゃカラフルです。裏側はこのようになってます。今回のこのサンゴ礁のギミックは、こちらのレバーを回転することで中の宝箱が出てきます。では回転させます。おお、結構勢いよく飛び出てきました。これ中の黒いパーツがゴムパーツとなってます。なので勢いよく飛びます。はい、では近くで見ましょう。実際のマイクラのサンゴ礁もこんな感じでカラフルなんですけど、ちゃんとそこ再現されているのがさすがレゴマインクラフトだと思います。この緑色は海藻になってます。はい、ミニフィグを並べるとこんな感じです。これはすごい雰囲気が出ますね。ただ僕個人的に残念なのは、やっぱトライデントは入れて欲しかったです。ですけど、はい、こちら前回作った馬小屋に付属するトライデントが2本ありますので、はい、こんな感じで持たせてみました。あー、やっぱね、一番合う。なんでトライデント入れなかったんだろうと思います。ちなみにトライデントは馬小屋に付属しますので、このセットと馬小屋を買えばこんな感じで再現することができます。はい、レゴマインクラフトサンゴ礁はこんな感じです。
はい、ということで、レゴマインクラフトサンゴ礁を組み立ててレビューしていました。まず実際のゲームのマインクラフトのサンゴ礁がすごいカラフルだったんですけど、さすがレゴマインクラフトですね。すごいカラフルに作られてます。ただ個人的に水中ステージなので、トライデントは入れて欲しかったです。で、あと宝箱の発射ギミックも結構良かったです。はい、以上、ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。